果て情脈を刺し合って無邪気な愛が飛び出すもんで、レスポンサーの狂気に変えてしまいました。ノーフィクションと理科は好きですが、国語がロブダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでいた。どれも正解というオチでした。本日の宿題は僕せな僕のこと過疎くらい不自由ない先に生きていた。でもどうして僕たちは時々病に悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。言葉のこの漢字が読めますか、あの子の心情は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その晩でこの四季が解けますか、あの子は首の輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか、おいどうすんだよ、もうどうだっていいよ。僕たちは存在な詐欺によっていて、どうしようもないくらいの今日をずっとかくまってたんだ。昨日の宿題は相変わらず解けないや、遅くない不自由ない最近に生きていて。でもどうして僕たちの胸元の塊は消えたいって言うんだ、死にたいって言うんだ。言葉のこの漢字が読めますか、あの子の心情は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよ、おい誰なんだよ。その晩でこの四季が溶けますか、あの子の首の輪も溶けますか。僕たちこのまんまでいいんですか、おいどうすんだよ、おいどうすんだよ。面積の公式言えますか、子供の時の夢は言えますか。その夢すらゴムに捨てたのはおい誰なんだよ、もう知ってんだろ。大人になれますか、そもそも大人とは一体絶対なんですか。どなたに伺えばいいんですか、おいどうすんだよ、もうどうだ。